ディアンジェロ・ラッセルといえば、今回プロ4年目で初めてオールスターとして選ばれたブルックリン・ネッツのガードです。一昨日のオールスターゲームでも輝いてましたが、ここまで早くこのレベルまで上がってくると信じてた人は少なかったと思います。今日は D ローが NBA に入ってからのジェットコースターみたいに予測しにくかった3年半について語りたいと思います。ビクト AF。こんにちは、リクトです。2015年にディアンジェロ・ラッセルは LA レイカーズに全体2位でコービー・ブライアントの後継者としてドラフトされました。もちろんコービーといえば20年間レイカーズでプレーしたスーパースター、レジェンド、18-time All-Star, 15-time All-NBA selection, 5-time champion、 彼が成し遂げたことについて話し出したら日が暮れてしまいます。そのコービーの最後のシーズンが D ローの最初のシーズンとなりました。新人にしてはそこそこ活躍してたんですけど、そんな時にある動画がネットでバズったんです。当時レイカーズに所属してたニック・ヤング、彼はイギー・アゼリアというオーストラリア人のラッパーと婚約してたんですけど、彼がホテルでくつろぎながらチームメイトのディーローに、この前他の女性と遊んでみたいな浮気をしたことを話してる動画やったんです。ヤングは動画を撮られてることを知らなくて、いたずらとして撮ってたディーローが最後に、ニックカメラに自白してくれてありがとう、ハハハハって言うた時も、ヤングはって混乱してたんです。この動画がなぜネットに載ったのかは未だにわからないんですけど、携帯がハックされたのか、それとも D ローが悪気なく載せちゃったのか、未だに謎なんです。ただこの事件によって D ローはスニッチ、チクった裏切り者やとバッシングされ、レイカーズのチームメイトにも見捨てられたんです。チームでご飯を食べる時も一人で食べないといけなくなったり、チームミーティングで D ローがルー・ウィリアムズの横に座ったら、ルーが即立ち上がって部屋の反対側に移りに行ったっていう説があるぐらい嫌われ者になってしまったんです。ヤングも信じられないと、あいつはもう信用できないって言うてたし、それを見て僕もそやな、まあチームメイトほど近い関係の人にそんなね裏切られたらやっぱ辛いわなって。ちょっと待て、おいお前じゃ浮気したの、何偉そうに信用がどうのこうのってお前言える立場ちゃうやろ。まあニック・ヤングの動画とはまた別で、監督のバイロン・スコットにも、練習中はふざけるしプレイブックの 20% ぐらいしかちゃんと理解してない、 D ローは子供っぽすぎると、当時19とか20歳やったんですけど、精神年齢が14歳ぐらいやって言われたりして、とうとうドラフトされて2年もしないうちに D ローはネッツにトレードされてしまいました。トレード後もレイカーズのバスケットボールオペレーションズの社長マジック・ジョンソンに、 D ローはオールスターになるポテンシャルはあるけどリーダーではない、チームメイトのプレーを上げることができて他の選手が一緒にプレーしたいと思えるリーダーがこのチームには必要とまで言われたんです。期待されて2位でドラフトされた21歳にはきつい言葉ですよね。レイカーズがこのトレードをした理由は、D ローのリーダーシップと真面目さが欠けてるということ以外にもあって、まずはティモフィー・モズゴブの高すぎた契約を放出したかったから。それをするためにはポテンシャルのある若い選手を一緒に出さないと他のチームも取ってくれない状況やったんです。ついこの間あったハーダウェイとリーの契約を放出するために KP を餌として使ったトレードと少し似てますね。そしてもう一つの理由は、そのオフシーズンのドラフトで D ローとポジションが被ってるロンゾーボールを指名して、彼を未来のポイントガードにしたかったから。このトレードがアナウンスされた時はレイカーズなかなかいいトレードできたなって褒める人も少なくなかったんです。モズゴブの重い契約と嫌われ者でお荷物のD ローをトレードできたことはアディションバイサブトラクションやっていう人もいました。ちょうど今、このトレードから1年半ぐらいが経ちました。カリスマの塊、そして史上最強のポイントガードであるマジック・ジョンソンに見捨てられるぐらいふざけたガキというふうに見られてたDローは、この短い時間の間に一体どうやってプレーオフチームのオールスターエースになれたのでしょうか。まずは言い方変かもしれませんが、ネッツと同じ精神状態やったってことです。どういうことかと言いますと、 LA では最初にも言ったように、 D ローはドラフトされた瞬間から次のコービーにならなあかん、優勝せなあかん、いろいろと余計なプレッシャーがあったんです。ネッツも同じように何年か前に未来を捨てるような、今勝ちに行くっていうようなトレードをしてしまって、優勝せなあかんっていうプレッシャーがありました。でも D ローにとってもネッツにとっても現実的じゃない目標やったんですね。 D ローに関して言えば、次のコービーってコービーにも失礼やし、 D ローがどれだけの選手であってもそんなプレッシャーを1日目から新人にドンって落とすのは無茶なことです。ネッツかて相性とか全然考えずに、全盛期過ぎたスターをとりあえず獲得して OK 買ってこいって、いやいや 2K ちゃうねんからそんな買ってこいって、そう簡単に優勝は金で解決できるもんではないですよ。今のウォリアーズみたいに全盛期
中の選手ばっかりやったらまだしも、ネッツのやったことは無茶でした。ヒーローはいろいろとニック・ヤングのことや監督とかにも見捨てられ、当然マスコミにも叩かれ、イメージが悪くなってしまった。ネッツも同じように優勝できずに、アホやな、昔うまかったジジイを何人か獲得するために指名権を全部放出して、もう金もない、指名権もない、これからどうすんねんっていうチームやった。つまりちょうど同じ時期にDローもネッツも一からやり直さなあかんなっていう精神状態やったわけです。余計なプレッシャーや期待もない、同じこれからやっていうポジションのネッツで、Dローが新鮮な気持ちでやり直せたことは大きいです。2番目の理由は、成長できる環境がネッツにはあったから。どんなチームでも組織でも会社でも上の人がしっかりしてないと成り立ちません。ネッツは2016年にショーン・マークスを GM として雇ってから地道にチームを改善してます。彼はスパーズのフロントでも働いてたので、ちゃんとしたフランチャイズっていうのはどういう風にチームを組み立てるのかっていうのをそこで勉強したんですね。 GM になってすぐにマークスはケニー・アトキンソンを監督として雇いました。アトキンソンはホークスやニックスでアシスタントコーチとして特にプレイヤーデベロップメントの才能を認められてた監督やったんです。選手を育てることが得意ということですね。リーグの他の監督や選手にもリスペクトと信用されてて、チームに好かれながらもまとめる力がある監督やっていう印象がありました。だからディーローみたいに素質はあるけどまだ精神的に少し幼い選手にとっては、これ以上完璧な監督はいなかったと言うても大げさではありません。そしてネッツはストラクチャーがちゃんとしてるチームなんです。すいません、ちょっと日本語でなんて言うのかわからないんですけど、何時から何時まではこの練習をみんなでする、この日だけは絶対にみんなで飯をして、夕方はガードはじゃあこれをして、ビッグマンはこれをしてと、プロのチームというよりかは大学のチームのように決まったスケジュールをベースにした練習の仕方なんですね。一瞬それちょっとうざいんじゃん、みんな大人でプロやのにって思うかもしれませんが、若い選手にとっては特に実はこれありがたいことなんです。このシステムを使うことによって、まあ仲が良くてベンチセレブレーションが大学のチーム並みにわちゃわちゃしてるネッツを見ればわかると思いますが、一体感のあるチームを作ることもできるんです。レイカーズみたいにお前らみんなプロやろ、それぞれちゃんと責任持ってやれよっていうやり方と違ったっていうのはディーローにとってはいいことやったと本人も言うてます。成長できる環境といえば他の選手の影響も大きいですね。ネッツはお金もなくて高い順位の指名権もなかったので、スターを獲得できない分地味やけど一生懸命頑張る選手を集めたんです。俺はスターやからって威張ってる選手がいなくて、こういう努力家ばっかりに囲まれたことはディーローにとっていい意味で刺激的やったと思います。そして最後の理由はディーロー自身が大人になったってことです。レイカーズの時は完全にガキでした。しょうがないことなんですよね、実際都市的にも子供やったわけやし、やっぱ NBA の世界では特に違いますよ。19歳と20�歳っていうのと22歳と23歳、新人かプロ3年目4年目の違いですからね。トレードされたことも彼にとってはネクストコービーってチヤホヤされてた自分がまさかトレードされるなんて思ってなかったでしょうから、俺も頑張らないやばいぞっていうウォーニングにもなったと思うので、最終的には良かったんちゃいますかね。ブルックリンにはすでに同じポジションのジェレミー・リンがおったし、ディーロー期待してるでっていうよりかはうまくいったら上手い選手になるかもな、俺ら指名権もないし、まあディーロー試してみるかっていうトレードやったんです。だからコーチングスタッフとの初めてのミーティングでははっきりと、お前は別にこのチームのフランチャイズプレイヤーになるために獲得したわけではない、なる可能性はあるけどそれはお前の努力次第やって言われたらしいです。でディーローも、いやそれは分かってると、俺は別にそんな偉そうなことを言える立場じゃないからちゃんとしたプロやっていうことを証明するって言うたんです。去年ネッツでの1年目はディーローにとってなかなかいいシーズンになったんですけど、今年はもっと上手くなりたいと思い、オフシーズンにレブロン・ジェームズにアドバイスをもらいに行ったんです。彼に言われたことは、とにかく毎試合精神的な準備が必要やと、常にチームを引っ張っていくメンタリティさえあればチームメイトもお前についてくる、これを今年ちゃんと守ってるディーローにとっては今シーズンはキャリアシーズンになってます。そして見ての通りディーローとアトキンソンの関係はとてもよく信頼し合ってるし、ネッツに移籍してからの1年半でディーローはちゃんとチームのリーダーというポジションまで成長しました。これができたから今年オールスターになれたんやと思います。バスケ面のことはね、シュートが上手くなったとかそういうことはあえて話しませんでした。っていうのはディーローは最初から
素質はあった選手やった。マジックもそれは認めてましたもんね。だから選手として上手くなったからここまでのレベルに上ってきたっていうよりかは、人としてリーダーとして成長できたからやと思うんです。もちろん選手としても成長してますけどね。特にもともとエースやったキャリス・レバートが怪我でダウンしてからは、俺がチームを引っ張っていくモードにも入っちゃってますから、今年は得点もアシストもスリーポイント率もキャリアハイをアベレージしてるディーロ。彼は高い位置でのピックアンドロールが得意で、スリーも打てるし、ディフェンスがスクリーンの上をカバーしてきたら様子を見ながら少しずつバスケットに向かっていって、フローターかミッドレンジジャンパーを打つっていうのも得意です。今の NBA では珍しくオールドスクールのプレースタイルなんで、見てて新鮮ですよね。ミッドレンジジャンパーは効率が悪いから打つなってアトキンソンに言われて、ディーロも少しずつ減らしてますが、彼ほど優れてると打ってもいいような気がしてきます。プレーメイク力もインプルーブしてるし、監督が一番喜んでるのは彼のディフェンスでの気合ですね。今までのディフェンスは雑魚いって言われてたので、今年はそれも努力してるのがわかります。で、何よりディーロといえば自信です。同じ地域で生まれ育った先輩のレイジョン・ロンドーの試合を高校の時に見まくって、自信っていうのはやっぱ大切やなって気づいてから、意識して自信を持ってプレーするようになったそうです。あとは父親の言葉、考えるな、感情がない人みたいにプレーだけに集中しろ、 Play like there's ice in your veins。 そう、そっから Ice in my veins のセレブレーションは始まったんです。高校の時から勝負強くてこれをやってたんですね。はい、まあ正直こんな早くここまでのオールスターになるとはほんま思ってませんでした。でも嬉しいですよ。だって素質のある選手が枯れてしまうほど悲しいことってないじゃないですか。ディーローは最初の2シーズンが終わった時点で完全に枯れるっていうのはないかもしれないけど、ちょっともったいないなカテゴリー、もっとすごい選手になれたのになっていう選手になりかけてたので、ほんま方向性変えてよかったなって思います。あとはディフェンスとプレーメイクをインプルーブし続け、ゴール下までのドライブとフィニッシュ、そしてファールの誘い方、取り方がもっと上手くなれれば、さらに恐ろしい選手になると思います。点取り屋っていうのはやっぱフリースローをたくさん打てる方が得なんで、そのスキルを上げる価値はありますね。フリースローなしで40点取った時は逆にすごいなって思いましたけど、彼は身体能力やばーっていうプレースタイルじゃないので、年を取っても通用する選手やと思います。だから20年ぐらいやるんちゃうかな、下手したら。だからこれからもディーローを応援し続けたいし、彼の活躍を楽しみにしてます。皆さんはディアンジェロ・ラッセルについてどう思いますか？コメント欄に書き込んでください。これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広げていきましょう。デハデハ、ええわ。